はい、今日もお仕事お疲れ様です。皆様、私はさっきお仕事が終わって銀行に行ったりして、帰りにじゃじゃん、たけのこの里を買ってきました。たけのこの里ときのこの山のいちごバージョンがあったので、それをね買ってきました。美味しかったのでぜひ食べてみてください。あとはお供のコーヒーです。カフェラテ。これを今日はねゆっくり飲みながら大好きなノートのデコをしていきます。紙ハグで購入した商品をこんな感じでまとめたので、これをノートに貼っていく作業をします。最後に絵日記を書いたのが草津旅行の時の絵日記なので、それ以来です。めっちゃ久々で、今回は紙ハグで買ったものをデコろうと思って、これはねもう昨日の夜で切っておいたんですよ。元は四角い紙だったのをこのフレームに合わせて切ってみました。あとはこちらの紙ですね。これももともとは正方形だったんですけど、角をちょっと取ったら可愛くなるかなと思ってハサミでちょっとでも角があると少しずつ切っていくっていうのもしていました。こんな感じで丸くなりましたね、角が。そしたら紙箔デコをしていきます。紙箔で買ったものはひとまずここにまとめてみました。あと昨日ねマスキングテープを全部開封してたんですけど、マスキングテープにこういったシールが貼られていて、こんな感じでマスキングテープの名前とかがここに書かれてるんですよ。例えばこれだったら余白夏の終わりにっていう名前のマスキングテープで、いつもだったらねこれ捨てちゃうんですけど、今回紙箔で買ったものはどれも可愛かったので捨てずに丸く切っておきました。でこれをねうまく剥がせたらいいんだけど、ちょっとこれもゆっくり剥がしながら貼っていけたらと思ってます。じゃあまずこれから貼ろうかな。昨日ノートに合わせてみたらこの重ね方が可愛かったのでこんな感じで貼りますね。背景になんか下の方に貼ろうかな。まあ早速これ使っちゃいます。下に貼ることにしました。カットして、よく見たらなんか数字が書かれてる、7とか1とか43.20 とか、何の数字なんだろう、暗号みたいです。これを貼っていきます。いやめっちゃ可愛い、色がとても淡い色なのでこんな感じ、めっちゃ可愛い。それでさっきのこの紙を貼り付けます。のりは無印のスティックのりを使います。花見の時期ですが、桜見に行った方はいますか？私は前動画で話した通りお花見しようってなって、その日行ったら全然咲いてなくて、入り口のところにちょっとだけ桜が咲いてるだけで、公園の中の方はね全然咲いてなかったんですよ。だからその時はもうその上野公園だったんですけど、行ったのが上野公園を歩いて、あとおみくじとかも引いて居酒屋でお酒を飲んで過ごしてました。だから全然お花見気分を味わえなかったんですけど、その数日後ぐらいに結構天気が良かった日があって、でねデートで桜お花見に行ってきました。でもあれはお花見っていうのかな、夜のお花見ですね。めちゃくちゃ混んでて渋滞がすごくて、で結局お家出たのは明るい時間だったけど、着いたのがもう真っ暗な時間になっちゃって、でも夜の桜はそれはそれですごい綺麗だったのでいっぱい写真も撮ってもらいました。また今週末はお花見に行く予定なので、それもめちゃくちゃ楽しみです。ちなみにそれは会社の人と行く予定です。じゃあこの鳥が飛んでるマスキングテープも上の方に使っちゃおうかな。お花見の時期があっという間に過ぎてしまう感じがしてちょっと寂しいですね。この前めっちゃ風が強くて雨が降ってた日があって、その一日で結構ね桜が散っちゃってる気がしてるんですよ。だから今週末まではどうか咲いててほしいけどな。あと人がめっちゃ混むみたいなので席取りもしないといけなくて、ちょっと早めにね向かってレジャーシートとか引いておこうと思います。いやこれ剥がすの難しい、紙がめっちゃ剥がれちゃってる。でも大丈夫、可愛いです。では直
チョコレートのマスキングテープ丸ごと貼っちゃおうかな。あ、それシールだからそのまま貼れますね。ちょっと剥がれてるところはのりで貼ってくっつけます。めちゃくちゃ可愛い。まだ決定ではないんですけど、ゴールデンウィークに妹が遊びに来るかもしれなくて、こっちに。それがね、めっちゃ楽しみですね。皆さんはもうゴールデンウィークの予定とか決まってますかね。せっかくのお休みだから実家に帰省する方とか、あとは旅行に行くのも良さそうですよね。私は特に予定は決めてなくて、まあ、どっか行けたら旅行とか行きたいなっては思ってたんですけど、やっぱこの時期だとめっちゃ混むじゃないですか。だからもうどうせだったらその時期ゴールデンウィークはお家で過ごして、また別のお休みの日に有給とか取ってでもいいから旅行に行けたらいいねっていうのも話してたんですけど、妹が来るってなって、今回はだから妹が行きたい場所に行ってこようかな。それも楽しみです。私ゴールデンウィーク一応チケットの金額だけ見てもいようと思って、沖縄行きのチケット見てみたらめっちゃ高くて、やっぱその時期だから仕方ないのはあるけど、このマスキングテープめっちゃ可愛いんですよ。クッキーの柄になってるので、ではね、あえてまっすぐ貼るんじゃなくてクッキーの柄にして貼ろうかな。正方形に貼ってみよう。お、このアイディアがすごい。本当のクッキー缶みたいな感じで貼るのも面白い。形はずれちゃうけど、かわいい。途中経過、いろんな貼り方を試してみます。ゴールデンウィーク行くならどの辺がいいんだろう。私が今考えてるのはまず一つ目はコストコ考えてて、妹もコストコ行きたがってたので行こうかなっていうのは考えていて、他にどの辺がいいかな。私もそうなんだけど、妹も人が多いところ苦手って言ってた気がするんですよ。だからできるだけ空いてるところをね探して、でさっきしれっと紹介したんですけど、ここに貼ってるカップケーキのメモ帳あるじゃないですか。これは向こうで買ったものではなくて、まあもともと私このメモパッド持ってたんですけど、紙博っておすそ分け会っていう名前だったかな、そんな感じの名前の紙博名物企画っていうのかな、そういうのがあって、自分が買ったけど最近あまり使ってないものとか、すごいお気に入りのもの、お気に入りの紙物とかをラッピングして一言メッセージ添えて、イベント会場にブースがあるのでそこに置くんですよ。一つ置いたら誰かがラッピングしてくれたその紙物をもらっていいっていう、そういうのがあって、もうそれ聞いて絶対参加しようと思ってたんですよ。私もね、前日の夜から夜な夜なお家にあるお気に入りのものとか、あと結構たくさんあるものとかもラッピングの袋に詰めて用意してました。で、ね、結構みんな可愛い自分がラッピングした紙物を持って並ぶんですけど、なんかもうその姿も見るだけでも可愛かったですね。この方も昨日の夜からラッピングしてたのかなとか勝手に想像してました。それがここに入ってる紙物で、結構ねたくさん入ってたんですよ。この方たくさん入れてくれてて、これが一部なんですけど、うん、こんな感じで、アジサイの柄とか、でもこういったね実用的なメモ帳に使えそうなものとか、厚紙とかですねが入ってました。これとか富士山に行った時の絵日記に良さそうだなと思って、面白いですよねこういう企画があると。私がラッピングしたのはどんな方が撮るんだろうと思ってね、そういう考えるのも楽しい。このマスキングテープも可愛い。縦に貼れるマスキングテープ、西千尋さんのマスキングテープも使います。じゃん、着々とシールを貼ってます。この鳥が飛んでるシールもめっちゃ可愛い、シンプルです。うん、1枚ずつ剥がせるシールかわいい。やっぱ今回お菓子系が多いな。私紙箔で選んでる時お腹空いてたのかもしれないです。
20枚選んだシール。こちらも1枚何か貼ろうかな。あ、そう。これね、結構好きで、20枚中3、4枚はこれ選んだんじゃないかな。クッキーの絵が描かれてる飲み物。なんかロールケーキも可愛い。ちょっと合うサイズがないな。ひよこと猫が泳いでる。やっぱ生き物のシールも可愛い。こういうマスキングテープがあって、こっちの柄使いたいけど、この1、2枚目はまた別の時使いたいなっていう時あるじゃないですか。そういう時は、今使わない方のシールを切っておいて、下敷きに貼っておくのおすすめです。マスキングテープだから、何回でも貼り直せるし、使いたい時にここから剥がして使えます。これも貼っておこう。これはまた別のページに使います。使いたかったこっちのシールを貼れば OK。 かわいい。じゃあここまでシールを貼れたので、あとはこういった空いてるところに文字を入れて完成です。今日はここまでで、また後ほど文字入れします。本日もご視聴いただきありがとうございました。